はい、どうもショーボクゲームでございます。ということで今回もね、ウィルアプリ2018動画の方をやっていきたいと思います。今回はですね、ロマーリオのガチャが無料で引けるということで、オンチャレとコムチャレの方をクリアしたらね、まあ、こうやって無料でガチャチケットもらえるんでね、やってない方はぜひやってみてください。はい、結構ね、まあ、このガチャも良くてですね、通常よりも黒玉の確率は若干低いんですけど、 2.8%、 13.5%、 83.7% ということで、まあ、トップエージェントと同じですね。なのでそんなにね、通常と、まあ、黒率は変わらないんですけど、ロマリオガチャ確か 3.1% かな、普通のやつが、まあ、2.8%、 97.2% ということで、まあ、金以上確定のガチャもね、ゲットできるんで、まあ、今回はそれ当たらなければこちらの通常のやつも回していこうかなと思います。はい、じゃあ早速ね、ロマーリオを狙っていきたいと思います。まあ、こうやってね、ガチャのボールが流れていくところの流れを一瞬でこうやってねタッチすることによって、まあ、そうですね、銀以上確定で黒玉来た人いるのかな、過去に。エルナニ、こっちが聞きたいよ、君何てん、エンテ、サンテテンヌか。まあ、能力的にはちょっとまだ、ディフェンス、ボディバーは高いけど、ディフェンスボールダッシュ、ボックスボックスの、エルナニね。結構、坊主系のキャラはこのガチャ多く含まれてますけど、銀がね、ちょっと終わっちゃいましたね。まだあるんでね、こっちもあるから、こっちで頼むぜ。金で、こっから俺は黒玉を引く。いやー、マジか。まあ、金でもいいやついるからね。あー、出たよ、デニス・スワレス君。真面目ですね、デニス・スワレス君は。ただね、ちょっとね、まあ、これね、南米のガチャって言われてますけど、デニス・スワレスとかも入ってんだよね。南米対象かと思いきやの話でね、結構デニス・スアレス系も入っちゃってるから、いやー、まあでも通常あるんで、はい、ゴールド以上確定と銀以上確定は終わっちゃったけど、まだこっちで望みをつなげる。まあ過去2回ね、黒玉がね、2個ずつ、2個配置されてるんでね、ここでも黒玉を引いていきたいですね。まあこっちは 3.1% なんで、黒の確率がちょっとだけ高い。他のより、お、なんかディマリアニのパブロ。パブロも俺なんかやっぱこれ南米でしょ?南米系でしょ?パブロ。だよね。パブロもね、過去に何回も当てた記憶あるんですよね。過去に何回もパブロくん当てた。まだまだ諦めないぜ。諦めたらそこで終わりだから。諦めきれんのよ。流れを待つ。時を待つ。運をね、すべて、こう自分溜め込んだ後に放つ、その一発で黒を当てる、それがガチャの神髄。おお、ガビレウ・ジェズスの弟か親戚か来ましたね。ガブリエウ・シーバー結構似てますね。やっぱり前回もね、当たったんですよ、ガブリエウ・シーバーさん。ガブリエウ・ジェズスにどことなく雰囲気は似てるんだよな。ただディフェンダーなんだよな。そこは違うのか。ポジションはフォワードとは限らんのか。親戚だからといい。まあ、親戚かどうかもわからないですけどね。一旦ちょっと深呼吸で瞑想しながら引きます。目つぶって引いたら黒くるんじゃね?いやっす。これ、来い。だあ!いいんか。ミシェウ・マセド。イエロー・ブルー。コメントがなかなか出てこない。なかなかコメントが出てこない。スピード瞬発ある系の、どこだ、ポジションはどこですか。ミシェウ・マセドの、サイドバックか。結構ディフェンダーの選手が多いんだな、このガチャ。よくよく後で考えてみるとね、よーく考えよう、黒玉出してくれ。うん、まあ、金、オッケー。金、こっから流れ来るね。金がここで来たっていうことで、ルーク・デ・ヨング来ましたね。前回も当たった、まあ、CF の、なんだっけ、ポストプレイヤー系のヘッダー持ち、まあ、フィジカルモンスターですね。フィジカルモンスター。2017の時結構使ってましたね。PS4 で最初ら辺に当たったのがルーク・デ・ヨングだったんで、
まあ、ただ雷が来て、雷が来たとしてもネイマールがね、小野伸二系来たね。小野伸二選手系来ました。二択でネイマールか、誰だっけ、ロマーリオなんで、まあね、そこで、まあ、ネイマール引けてもありがたいんですけどね、上限解放という面を含めると。はい、まあ、ただね、ここでちょっとちょっくら引いておきたいんですけどね。まあ、確かに 3.1% というのはなかなか渋いんですけど、いやー、道はあるはずなんだよな。ホドリギーニョ、ホドリギーニョ、なんか本当に優しいおっちゃんって感じだね。なんかクリスマスお年玉とかで Wii とか、なんかゲーム機くれそうな感じの優しさがにじみ出てますね。にじみ出てるぜ、 Wii の優しさが。 Wii といえばやっぱり Wii スポーツでしょうかね。 WiiWii も、まあ今の中学生とか小学生は多分知らないかな、Wii。Wii U は知ってる。Wii の Wii スポーツってやつ知ってんのかな。あれもめっちゃやったな、Wii スポーツ。OK、流れ来た。流れ来たぞ、これ。ああ、出た、アンドレ・ゴメス。なんかパン工場にいそう、アンドレ・ゴメス。パン工場でめちゃくちゃ美味しいパンを焼いてます、的な感じの雰囲気が出てますね。得意な料理はメロンパン。あとチョコレートパンとかね。はい、チョコレートパンってなんだチョコレートパンなんだっけな、チョコレートパンの、まあそんな話はいいんだ。ただね、めちゃくちゃ美味しそうなパンを作りそうですね。そう、ダメか、やばいな。ちょっとなんか今回ファビオ、あれファビオってこのガチャもう一体いるよね。ファビオ、あの元万有系のファビオもいますよ。キーパーですね。もう一人ファビオおるんすよね。やばいな、ちょっと流れがちょっと断ち切られてきたな、ここ。まずいぜ。一旦集中し直せ、自分に言い聞かせる。一旦集中し直してガチャ引きなさい。ロマーリオ、ロマーリオ、みんなで遊んだロマーリオ。いやだな、ダメポヨ、ダメポヨ。ダニパレホ、まあでもダニパレホはいいね。バレンシア、パス能力高いんですよね。バレンシアのね、好調の、鍵を握っている選手もいますね。現在バレンシアないね、3位か2位だと思いますけど。パレホいいですね、フリーキッカーめっちゃうまいですからね。いやー、これロマーリオ当てた人おるんかね。結構コメント欄とか見てたらですね、ちらほらなんかもう当てましたみたいな、一発で出ましたみたいな。すごいっすね、一発で出たって。そんな簡単に来るような選手ではない気もするけど、いやー、黒は一個引いときたいね。ちょっと、おロナウド、あのブラジルのロナウドにちょっと似てて、フェルナンジーニョ、マンブルーということで DMF 系ですよね、うん、アンカー持ってるのはね、あ、ハードプレスか、悪くないですね。ハードプレスはね、俺個人的に好きなんですよね。カゼミロとかアチ系の、やっぱりボール相手に入ったらね、ガンガングイッとグビッとね、プレスいっちゃうんで。いやー、まずい、まずいけど、このピンチこそチャンス。ギリギリでいつも生きていたいから、ああ、金ありがとうございます。ああ、出た、ラフィーニャ、ラフィーニャ、ラフィーニャ、この前なんだっけ、国王杯だっけ、出てたな。ちょっとハイライトだけ見たけど、多分バルサ負けたけど、その試合多分あれ出てたね。ラフィーニャ怪我してたのかな、ずっと。バルサのこれ結構サブメンの選手結構入ってるんですよね、このガチャ。サブメンの選手入っとるんで、やばいな、5800コインでしょ。5000コインぐらいまで引きたい、引こうかなとか思ってますけど、めっちゃロード長い、何？めちゃくちゃロード長いんだが、なんだこのロードの長さ、謎のロード長さが来てる。これバグった、バグっちゃってる、これ。なになになに、これ画面かまったぞ、かまったじゃねえ、画面固まったぞ、なんか。おいおい、え、
がバグったぞ。おいおいおい。はい、ということで残念ながらこの後ですね、何回かアプリ再起動だったり試みてやったんですけど、なんか画面がねちょっとぶっ壊れてるのか分かんなくて、これバグなのかそれともなんかアプリ内であったのか分かんないですけど、コインね決定した後になんかずっとぐるぐる変なのが真ん中で回ってて動かないのでね、まあ、今回はちょっと悔しいんですがね、ガチャこの辺で終わってまた次回回していきたいと思います。ちょっといきなりのね、緊急事態で若干ビビりましたけど、気を取り直してね次からも頑張っていこうと思います。ちょっとコインがねなくなってないか心配ですけどね。はい、ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしまだチャンネル登録してない方いたらぜひ左上の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんでぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。バグだろうかなんだろうか。